南部アワーラジオキナーがお送りしていますいさあそれでは一番最初のコーナー「給食係」いきましょうおい、うん、しい話題を皆さんからいただいたメッセージ紹介していきますが、はい、まずは、うん、あのお礼から。そう 嬉しいなねえウマゴンさんからなんですけれども、ね、実は先日ラジオ沖縄に立ち寄ってもらったようなんですよね,、はい、すねちょっとお手紙添えられてますので読みましょう、うんえー、この春も改変を乗り越えて長寿番組への階段を上っておられるお二人様いつもありがとうございますいやこちらこそも<ー>もう本当に、うん、皆様に支えていただいてます何度か採用されましたあの二味うどん研究所のあまうま、ん だし、えーうん、甘うまだし醤油を持参いたしましたので試してくださいし詳しくは店側が使い方を添付してくれています、うん、うどんのために使っただし醤油なんですがそうめんやカレー煮物和風パスタにも使える万能さを強調するところがこの店に足を向かわせるゆえんなのかもしれません、うんえー、あとアミカには香り付けの品をプラスさせていただきましたということであの私が以前ね静かなカフェでのあの打ち合わせ中にね、うん、これ食べ物だよって教えてもらうとまずとバーリガ,リガリガリガリって食べたシナモンスティック <laughs> <laughs> これもなんか誰かと打ち合わせの時わざとバリバリバリって映画館で食べて <laughs> これ食べさせたのあのタコスさんですタコスさんタコスさんね <laughs>、うん、なんかやりそうね、うん、<laughs> タコスさんがねみーかこれ食べれるんだよって本当ですかあバリ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  <laughs> 指かと思ったら <laughs> <laughs> なんかペテペテペってやりましたけどねいやこれだしじょ美味しそうじゃないですか絶対うまいねもうかもう分かるね食べる前からんかちょっととろみがあるのかなこれだから薄めてくださいって言っても一ね対い分かりましたありがとうありがとう早速じゃあ食べたいと思います嬉しいですそれでは美味しい話題いただいたメール紹介してまいりますねこちらから私からいきましょうはじめましておっ 発メッセージで。すぐち。ぞういいと申します。ぞういい。ぞういいです。先週しんちゃんが話していた。バナナの形のお菓子が気になったのでメールしました。あのお菓子ってこれじゃないですかということでいただきました。これ。これ、これこそう、もう俺が言ってる形はもう、名前がこれだったかわからんけど。これ。これ。売ってる。これ。これじゃないですか。うん、そうそう、これ。 中身も取り出してああフローレットっていうらしいですよフローレットどこにあるのどこの方この方えこれは竹下製菓さんのフローレットというお菓子です買いとこう、はい、昔は結構このお菓子を製造している会社があったらしいのですが、うん、今少なくなってきているそうなのです、うん、なのでしんちゃんが言っていたのとはパッケージが違うもしくはリニューアルされているかもしれません、うん、ち,ょちょっと違うからもうちょっと太かったかもしれけどもうもうイメージはこれですネットでも買えるみたいですよということで、はい、ゾー,ーさん竹下製菓のフローレットフローレット こんなの覚えてない、覚えてないか。覚えてないわけよ。現地パイとか。ど、んな食感なの？ねちょねちょしてる。いやしてないしてないしてない。サクサク。もうか、もうサクサク乾いてる。もう乾いてる。乾いてるもうもう。なんで乾いてる？そのまま断面でなん何い目からも。パキッていくのじゃ。これも四つぐらいやったらのどかく。いちゃいちゃがりみたいな硬さではない。あんな、あでも硬いではある。 たたいであるんでんか今食べてるみたいっていうかなんかそんな言ったらダメでしょ外の味も中の味も一緒中に何かふんわり何とかが入ってることじゃない全部一緒そのままでちょっとこう歯たえがあってみたいな感じでバナナ味なのスパンって言われてちょっと何か匂いがする香料とかが入ってるんでだからバナナなのにピンクのやつはいちごの風味が何かするとか形がバナナなんですよあ、だけなんですよ面白いねうれしいなでもこれと違う種類かもしれませんけどこれですちょっと探してみましょうはい 馬、えー、さん来まましたありがとうございます今回は八重洲町旧こちん座で営業しているやちむんさんでト,ントロ軟骨早期丼をいたただきました、えー、入店すると左手に食券機があオーダーを待っていますが店内の壁に写真でメニュー内容が確認できるありがたいシステムとなっており25品以上あるメニューの中からトントロ、えー、軟骨葬機丼を注文。 えほどなくしてやってきたトントロ軟骨葬儀丼はご飯の上に刻み海苔が敷かれておりメインの軟骨葬儀が5個盛られています、えー、まずは軟骨葬儀だけをいただくとトロットロで横にセットしてあるスプーンを使いたくなる柔らかさです、えー、次に脇役封じで丼の横に鎮座している半熟卵を軟骨葬儀の中央に移動させ4年前の au さんの CM のようにパッカーンと、えー、箸ですが卵を入刀すると 見事に軟骨臓器が黄色いジャケットを羽織ってくれました、うん、え卵に除塩代入賞を与えたいそんな気持ちになれる丼となっております、うん、えセットの半そばももちっとした縮れ麺にかまぼこにえ臓、ー、器も一つ添えられています、うん トトントロ軟骨蒼樹のうミニそばセット680円ごちそうさまでした大満足です他にもチキンカレーカツカレーカツ丼とんかつや生姜焼きの各定食に各シャンプルステーキなど豪華キャストが私たちの胃袋を満たしてくれます次回味噌汁定食を調査したいと思いますそんな八千文は八重のマックスバリュー交差点をグシチャン方面から来れば左に南インターから来て右に曲がって走らせると左側にありますよ営業時間は11時半から21時と長く営業されています 僕時々行くんですよすごいボリュームでこれでも美味しそうあの黄身がのっているこれ何かそういうおしそう刺身がついたりしてですね定食にするこの前ね味噌汁定食を注文したわけですよそして明らかに出てきた時もう誰が見ても中身汁だわけだっあの僕味噌汁あっってこの人がもう本当なんかの反対派みたいな感じで頭もタオル巻いてもうなんか 千先女ぐらいのこのも俺は目しかマスクししてない俺は目しか見せんよお前にみたいなぐらいのやつだっげたわけさ <laughs> この人が見た目ちょっとこう「っ!」って変な頭の後ろぐらいが声だって「あっ!」ってなってるのでも「いいですいいですもう作ってくれたんで」って言ってて、うん「あのあ,あってなってるのきさ優しさの塊だと思うんだけど、うん、それでも食べていたら何を思ったかやっぱり変なしたんだろうね。うん 僕もう一人劇団にといたんだけど揺らめね君で、はい、そ刺身持ってくれごめんすいませんでした」<ー>もう一つ何持ってきたと思う蕎麦持ってててる中身も食べて蕎麦も食べべ <laughs> で俺は逆に面白くてさでもういっぱいだけもうすぐあごめんなさいっていう気持ちで早めにそばだったらすぐ作れるしう刺身もう多分切られてるからって思って出したけど「<laughs> わ中身と <laughs>」 <laughs> 中身そばだっったた俺が注文したもんって <laughs> いやでもありがたい <laughs> <ー>でジの活動の後とに親子供サービスでみたいな感じで。だからすごいこの人のなんか人柄というかでもらうっいうっていう感じで、ね。ででね、作り直しますって言ったけど申し訳ないさよく見たらさ味噌汁定食820円だけど、うん、中身汁850円だっけ、うん、俺30円払うといけんかなって思う。<laughs> <laughs> で、で<も>結局どうなったんですか。もい,い,いいです。ああ、そうなんだ。お題はいりませんって言うかなと思ったら、食券消えたんよ。入れたとやったんよ。 嘘だよこれ嘘だけど <laughs> ここでもいいとこですね<ー>いい食堂ですねはい。はい、じゃあ続いてこちら行きましょうスマイルリンダさんいただきました、うん、先日超久しぶりにプラザハウスへ出かけたらリニューアルされて駐車場も広々として停車し、えー、駐車しやすかったですえー、今日紹介したい店は3階にあるランチタイムメニューが大人気の半傘です和食屋さんで当日リンダは天ぷら定食をいただきましたエビ天ぷらが3尾入って茄子かぼちゃタケノコ魚など天ぷらがふわっと上がってマグロのお刺し もずくの酢の物をしてから白米か玄米選べるのでヘルシーですよあもちろんサービスでドリンクもついてます以上半傘の紹介でしたよ今日も最後まで聞いてますでは皆さん体調整えて今日もスマイルで頑張るんばーというスマイルリンダさんいただきました半傘っていうの見て見てへ花傘半傘って書いてるんですよへ<ー>らひらがなでハンって書いて<ー>傘なんですよね半傘じゃないかなこれ あ、バンガスだと思います。あ、わかりました。バンガスだったら、うんはいはい。プラザオスだよね。はいはい。あ、でもすごいね。だからこう、うん、ちょっとなんかこう煮物というかこの辺もあって小鉢にいっぱい入ってるんですよね。ちょっとずつね、うん、あ美味しい。昔こういうのかしましいなと思ってたけど今こんなのがいいね。あ、俺？だんだんそうなってそれに耐えきれるようになってきたっていう。あ、ちょこちょこ。 って前はフランス料理みたいにちょっとずつ出てくるの嫌だって言ってた三年嫌だってもう全部ワンプレートにせえって感じ、ね。今はまだ少しずついろんなとこ連れて行かれるから慣れてきて、ね。ちょっとずつ食べても全然オッケー。はい。さ続いて、えー、GT 203ですね。はい、ありがとうございます。4月の上旬に沖縄へ行く用事がありまして、その最終日那覇空港からのフライトまでの時間を使って念願の綾ヤ食堂へ行ってまいりました。うん、何が念願かというと油脂豆腐定食。これを一度食べてみたかったんです。なのでザマミからの高速線を降りたら泊港から宮橋駅までダッシュ。 ゆういレールに飛び乗って首里に向かいました首里城には目もくれずお店に着いたのはちょうどお昼時で混雑はしていましたがちょうどいいタイミングで食事を終えたグループがあったためスムーズに着席そして迷わずゆし豆腐定食を注文ほどなく出てきたのがこれ、うんえー、画像の奥がゆし豆腐定食で手前はご飯と玉焼きがついているけどなぜかメニュー名はゆし豆腐、うんえー、このほかにご飯などがつかないゆし豆単品などもありますのでご注意、えー、お味は一言うまいゆ豆腐をご飯に少しか 食べるもよしスープのように飲むのもよし、うん、何をしてもよしチキンカツも独特の香ばしさで箸が進む付け合わせのマカロニサラダはマスタードが効いているし刺身のつまもシャキッとしてまた美味えー、このボリュームで6百0十円とは満足以外の何者でもないですちなみに酒造は430円なので合わせても1080円という驚きのコスパです超有名店ですがやはり有名店になるにはそれなりの訳があるんですね次回は味噌汁に挑戦したいと思いますってく食堂とかもうやんばる食堂とかもう横綱でね ですよね。はい。いねあねあの油脂豆腐だったらさトミグスクのさあんちのね中地の海洋ああ、ね、海洋食堂もこれ食べてあ食べないってって言っておばさんね <laughs> すごいどう,どうで注文間違ったくせ <laughs> 客に同じ聞いて食べないって私注文してないのにっていう結局 <laughs> 違う客に食べないこれえ <laughs> はね正気じゃやもん、ね、食べないって、ね、<laughs> もう自分は悪くない。<laughs>

吉 <laughs> 族にしなかい。 がまくってがまくよがまくがまく腰ね腰落としてね,ね、はいはい、じゃこちら行きましょうシャバダンさんですなでなえー、シャバダンのカレーサビラ四十七回目のお店は元部長の店港食堂ですここは以前味噌汁機構で紹介してメニューにカレーがあるのを知っていたのでカレー目的で行ったわけす,あすごいそしたら店に入ってすぐにお店のおばあが早期そばが早いよって言い寄ったんだけど <laughs> 俺はカレー目的で行ったので <laughs>、うん、カレーお願いしていいですかって注文したらはあカレーって言われ 出ました。<laughs> <laughs> もう何気だったんだ。この、<laughs> ああ、もう最高だな。うん、で、今回のカレーライスは。 茶黄色いカレーで、具はじゃがいも人参玉ねぎピーマン、それにポークが乗っていて、ドロドロ系で。辛さレベルは2から3ぐらいだったかな。それから、どのメニューにも、シー水ンで小鉢がいくつかついていて、ミニそばと、後からおばあがお菓子もくれよった。お値段は500円。なんか、親戚のおばあの家に来た雰囲気で、味も美味しかったな。いいなごちそうさまです。場所は、元部校の近くですそう。あるよね、みんな。あれ、俺、まだ行ったことないんだけど。美味しそう。美味しそうだよね。濃いお母さんはずっといてほしいな。 もう以前も言ったかもしれない俺クミっていう食堂があってお母、はい、がね,ねカツ丼注文したのにさカツ丼だったかなその前にとんかつ定食が出てきてからさ「あ、うん、カツ丼だよ」って言ったら「食べさせたかった」って言って <laughs> いやいやいやこれ食べたら俺 <laughs> 食べさせたかった <laughs> この笑顔だよ」<laughs> そかもう何も言えないよねもうこれ優しささ食べさせたかった、うん、その間これ食べといて,って,っていやいや俺カツ丼んだよ食べさせたかった待っておけよや、まあ、このあ後にまたカツくるばと思ったけどいやでもなんかこういうのいいよね,いねいいで,ねでほら見て佇まいもいいんじゃないほら味があるね気になるよね港食堂あでもこのカレー美味しそうだねこのポークとかもなんか優しさで小鉢もうん、うん、そう,そうてられてて、うん、そうそうちょっとずつ小鉢がついててそばがついてる カレーにたます寿司。<laughs> いやあるよ沖縄は。<laughs> あ<ー>カレー。<laughs> あ、なも誰も食べようみたいな。<laughs> <laughs> <で>いって作って美味しいんでしょ。しいね、はい。えー、トマボ,ボンですね。はい えー、ス七76杯目は沖縄市中野町にある宮古そば愛です、えー、北中城村島袋に島袋にもあったあ店舗があった頃は頻繁に通っていてよくそうキそば食べていたけど本店を始めてきました、えー、券売機で注文したのは宮古そば、えー、中600円三枚肉が2枚かまぼこ2個にネギ少々麺とスープの相性が回った抜群だことしゃいこう三枚肉も柔らかくていい感じにスープも染み込んでいるよ てか美香さんからの箸上げの指導を受けてから、うん、麺にネギがつかないようにちゃんと取って気をつけてるから <laughs> <laughs> はい指導入りました <laughs>、えー、宮古そば愛さんごちそうさまでした場所は沖縄市上地一の1 4の6三3 3 0から2本中道になるから検索してね中野町のスナック通り沿いのさらに一本奥の道ね営業時間は中野町っぽいでしょうなんと、えー、夜6時から朝5時まで。 日曜日、定休日残念、今しまってます、やっぱりそばが好きということでありますね、面白いね宮古私、この間、あっち行ったんですよ、ゴンに行ったんですよ、有名店ですけどね、この間、子どもたちと一緒に行ったら、長男が、いや、もう俺、お腹いっぱいだから、ショーがいいかなっていうから、ショーでいいのって言って、それでショー頼んだんですけど、やっぱ食べたら美味しいから、足りないかもって言って、結局、私の頼んでいるおそばをほとんど食べたんですよ。だからね 今度からでも勉強だねそうそう賞を2つかもしれないけ、ね、<う>結局大なってるみたいなそうなんですよはいじゃあ続いてえっと、ゴーゴートラックさんいただきました二十二回目のサバ飯でゴーゴーは新東名高速道路下り線長の設楽原パーキングエリア武田鳥塩ラーメンとわさびな稲荷へ、えー えー、ごめんなさい武田通りでいいのかな塩ラーメンとわさびいなり1130円ですパーキングエリア近くに1575年にあった、えー、長篠の戦いの合戦場があり合戦場があり武田軍をイメージした風林火山の上りがお子様ランチのようでワクワクしますよ <laughs> どうかよ <laughs> ワクワクするってお子様ランチあ乗ってんだ あ本当だ。すごい本当だ。あ,<ー>あそういうことね。ううとねお子様プレートのご飯の上にピシって刺さってる爪楊枝みたいなやつがあるじゃないですか。あれね。国旗ね。国旗あれで風林火山ってなってる。すごい。登りになってるんだね。はあ面白いね。えー、っと。 鶏え塩スープに軟骨の食感がいい肉団子もコリコリして最高です菊わさびの入ったいなり寿司しも,もほのかにわさびの香りがして最高でした施設内には火縄銃も展示してあってプチ資料館になっていてお土産には模造刀なども売っているんですよ移動途中に史跡が見れるのも気分転換になりますよねというゴーゴートラックさんいただきましたゴーゴートラックさん俺このいなり絶対美味しいと思うあのわさびが入ったやつでしょ売売ってますよ売っててまますすよ スーパーとかでデパートとかあったりするありますはいうまいよ俺もっとわさび入れたいぐらいなんですよねお、はい美味しいですわさび菜が入ってて、うん、うまいんでい、よはいさあということで美味しい話題を皆さんからいただいて紹介してまいりましたがぜひあそこの何が美味しいよっていう情報はもうバンバンお待ちしておりますので送ってくださいちょうど日曜日のお昼時間ですからね皆さん美味しい情報をキャッチしてぜひ出かけてみてください,はいよ以上給食係のコーナーでした、はい、では続いてこちらのコーナーです <music> 沖縄セルラープレゼント禁止編このコーナーは、地元に全力、英雄沖縄セルラーの提供でお送りします。はい、よろしくです。今日は、可愛<す>い,いピンクのヘッドウを応している、津、ね、ハ一子です。これで北海道行く、耳 <laughs> 当てにする。<laughs> ついたったん転んで骨折る <laughs> 違うでしょうダメでしょうで、ね、そうですよそういう方いらっしゃるんですかじゃあつつつ続いてじゃない行きましょうね、うん、本題から行きますよ、えー、こんにちはしんちゃんみーかさん八重瀬町のまちゃなすけのカ内ですはいカ内イさん、まあ、こんにちはど<も>よろしくお願いします今日お願いしたいことがありますどうしましたそれはお子さんに携帯を持たせたなら歩きスマホはさせないでほしいというお願いですあーそうね、うんうん 道路はもちろんですがスーパーとかでもですよよくお母さんの後ろを歩きながら携帯を操作してるお子さんを見かけますお母さんの後ろだからいいっていうことにはなりませんそうです、ね、現実私の孫にぶつかり孫は転び泣き前を見ていない彼女が悪いのか走り回っていた孫が悪いのかお互いが嫌な気持ちになりますよねなのでお子さんに携帯を持たせたならば歩きスマホはさせないでほしいというお願いですというこういうちゃんとね啓蒙といいますかね ね、まあこれだから子供だけじゃないですよ大人もそうですよ歩きスマホはとっても危険ですので<ん>くれぐれもほんと隙間隙間で何か見てしまう癖とかがついてたり信号待ちとかでもさ何か見てるから、はい、ということ、うん、周りの車の状況見てないってことになるもんね。そううなんううなんんでですよいこと止まっってようがやっぱり 気が付いたらスマホ見てちょっとなんかね時間があったらそうやってすぐスマホ触ってしまう時があるじゃないですか、はいうん、私、スマホに先週よりスクリーンを見てる時間は何時間減ってますとかそうそうそうだから、うん、あそっかそっかって一応、4月の1週目ってあのちょっと旅行に出かけてたんですよだから旅先で結構ほら検索したりとか画面見たりっていうことが多かったので、うんでそうか先週に比べて5時間少ないですって来たんですよ。あじゃあ5時間多かった 何日かのうちの地図でもあったり電図でもあったりそう全部検索しながらだったんです移動したりとか情報何があるかとかそうだよね近くに子供にがね楽しそうな施設があるかとか出るよね「先週より笑顔が増えました」とか出たらおかしいなそうでもそういうのがあったら行くねいいかな見ながら先週より肌が柔らかいですとか先週より肌角質が除去されてますっていう色が黒くなりましたね ピンクが似合いますよ津波さんが。でもこんな風にどんどんなってくるかもなってくるかもよ知能がついて高速のチケットを取るところでももっと変わってくるじゃないチケットと意味それとか始まってくるんじゃないうち口でねうちの口でトランバーいいちょっと遠目ですねとか届きますかそれは左ハンドルですみたいな <laughs> ね、あなたの車は右ハンドルです。外車壊ししたかったんですか <laughs> <laughs> 間違った。はい、もマナーはね、やっぱりこの携帯持つときにはそうです、ねそ。そうです、ね。もうおっしゃる通りで、子供だけじゃなくて、やっぱ大人,、ね、大人もそうです、ね。本当です僕も本当。あとはもう、やっぱ公共施設に行ったりするときとか、例えばね、何かほら、あの映画見たりとか、ね、なんかそういう場所でね。こう大きな声で電話をしてるとかね、やっぱちょっとこう、うん、ああ、なんか残念っていう気持ちになったりするよね。この前。これが大人ができてない人が結構多いんですよ。そうなんです。この病院で、定期検診というか。はい たときに。病何ヶ月なの定期検診って今。あ、定期検診じゃない、四ヶ月。定期検診っていうか。健康診断。健康診断。そう、定期検診、ごめん、女性みたい。だもんね今二十五周年。ヌーヤが。名前、何がいいかな。え、つけようかな、で。まあ。ちょっと、やっぱ、病院っていうか、やっぱ、診察だから、みんなシーンとしてるんだけどよ。待合室。音が、もう、契約内容まできない。いや。 あれは、ジョキャランさんのところ、あれに百0 0万でやるっていうから、うちは180で出しといてみたいな、もう見積もりなの話してるわけよ。もう<ー>みんなもうみんな。今まぁ話の中身は変えたけど、うん、それっぽいこと言ってるけど、もは<ー>俺もマスクしてて、もう,うん、もうじーっとしてたわけよ。もう会員になりたいみたいな。うん、でも、津和新一さんって言われて、みんなが <laughs>、って見られて。<laughs> 俺が一番名誉だったんじゃないかなと。中入って <laughs> 相手の先生が、あ、見てるよ。<laughs> 俺家の中を見られてるの見てるよ。 <laughs> バリを飲んでるの見てるよ <laughs>。見てるよだ。見てるよって、これ全部見られてるよ。いや、だ、なんか、なんか、ちょっと、こ、こ、こうね。恥ずかしいね。もう、次が遠くに行こうかな。<laughs> 無理だと思います。無理だよね。無理だと思います。はい。ということで、えー、皆さん、スマホユーザー、ガラケーユーザーの皆さんから、こうやってフリーのメッセージをいただきます。まあ,あの、便利な使い方だけではなくて、改めてね、こうやってマナーを守りましょうという、そうやって、気づきのね、ねメールもいいですね。自分にもやっぱりね、うん、ね、あのー、そうそう、う打ちたりしつつね うん、そう改めてそうだなこうやってちゃんとやらんとなという気持ちにもなる方も多かったんじゃないかなと思います。えー、ぜひ皆さんこのコーナー機種編ロックンロール当てにて携帯にまつわるエピソードいろいろ送ってくださいお待ちしております、はい、なおスタジオの様子は YouTube で見ることができますので、うん、今週はピンクのヘッドホンしたツハシンさんをぜひです、ねうん、レアですのでご覧になってください。海外行く <laughs> 青森も行く <laughs> <laughs> 以上、以上、沖縄セルラープレゼンス記事編ーこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りしました、はい、さあそれではラストのコーナー刑事係いきましょうあなたの街のあれこれイベント情報面白看板見つけたいきたいと思いますがまずはちょっとお知らせからいきましょうねえとねうティーサージパラダイスこの後イエソンディリ,リフィールド公園から第24回伊家島ゆりまつりの会場公開生放送になっています、うん、歌のゲストにうるましがうんだ歌姫 袋さんと元スカイザ・リミットの大城隆文さん<ー>そして打点ユニットカチンバムンド、うんえー、進行は、ね、T サージパラダイスのヒープーさんそして竹中友香アナウンサーも行ってます、はいうん、メッセージカードを書いてくれた方には優しくステッカーももらえますよぜひ皆さんあのラジオも楽しんでくださいねこのあとねで会場の皆さんもこのあと楽しんでください、はいはい、そして、えー、と29日月曜日ですが ミートゥーが毎年恒例うるま市石川ビオスの丘から公開生放送です、うん、パーソナリティはモーリーとアンリのグーミーコンビが揃って出演しますリポーターは照屋さやさん、はい、歌のゲストは美川憲一郎さん、うん、ビオスの丘で美川さんのライブっていうのがねなかなかこうた、ね、見たことがない聞いたことがない花花面白いですよね、うんえー、グーミーステッカーとビオスの丘のステッカーもセットでプレゼントしますでなんと29日明日なんですが当日限定のスペシャル企画ラジオの公開放送見に来ましたってこの入るとき 受付で言ってくだされば、うん、大人がチケット500円子供が100円でお得に入園できるんですね<ー>はいゴールデンウィークの遊び場としてビオス農家最適ですよ皆さん詳しくはラジオ機能のホームページ公式ツイッターフェイスブックをぜひご覧ください、はい、公開放送のお知らせでしたまあ今日この後ってことですよねすチェックよろしくですねビオス農家は明日です明日か。はい、え今日は伊江島ということです,、ねですはい。はい さあそして、えー、僕もちょっと宣伝させてもらいますが今日ですねもうすでに始まってますけれども、えー、第5回あざまサンサンビーチ祭りということで南城市のあざまのサンサンビーチというところでね、えー、海開きやってますけれどもそこで僕は総合司会というかしてますので是非皆さん見に来てください。あと8時半から打ち上げ花火が 上がりますのでねぜひよろしくお願いします入場無料でございますはい、い実はこれに関してクワガナさんから来てたんですよえクワガナさんじゃあ俺行かんこう <laughs> 嘘姉姉しんちゃん,ん<が>この後アザモサンサンビーチで司会だや,やん11時から3時までは旧車の展示会もあるよやそう,そうそうそうなんだよねバイクもエントリーやろうやさその後は飲んで騒いで、うん、わっしょーいということでクワガナさんからいただいてますクワガナさん狂って言って今もう15ミリくらいいかんという人気が入っ <laughs> 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 ええろ八時ぐらいに行こうと思ってるんです。つぶれてる。花火も上がるんでしょ？花火上がります、うん。え二発だけですね。あの僕と小川がなさん。や <laughs> <laughs> や。<laughs> <laughs> お互いにロケット並びで。<laughs> はい。はい、えっと、こちらいきましょう。神奈川ののミハートさん。はい。え先週告知した川崎でのオフ会ですが、採用ありがとうございました。お店の予約の都合があり、参加ご希望の方は、日二29日までです。明日二29日までにご連絡ください。メールのアドレスは50、504rokk.gmail.com までです。えー、折り返し事務局から詳しい情報を返信しましょうね。あと、オフ会当日の4日、 土曜日には川崎で開かれる「ハイサイフェスタ」のどこかのブースでリスナー有志で昼飲みしてますんで当日探していただくかメール送ってみてください皆さんご参加お待ちしてますという神奈川のノーミーハートさんです。はい いいね。みんなでじゃあこうやってハイサイフェスタでちょっと飲んで、それからじゃあ夜オフ会っていう感じで。明日までに連絡ってことですね。はい。5レイ 4R O K K マーク G メールドットコムでこちらね事務局の方がメールを受付しまして詳細を送りますということですね。はいよろしくです。さあ続いてはですねハルサマチャさんから来てますね。初めてのメールということでヤンバル春ルサマチさんですね。元部元部の新里地区で。 作りをしている春沢です、えー。ナンバーはですけどヤンバルの情報もよろしいですか。もちです。問題ない、ない関係ないよ。南部北部中部関係ないですよ。はいいえー、行きましょう。上本部中学校1977年卒同級生会開催の通知です。えー、5月の4日の土曜日16時から4時からですね。ザハテですね。 えー、ザハさんの落ちってことですよね、えー、2年後の60歳の還暦祝いに向けて盛り上がっていこう10連休やむとからも参加しますよということで、うんえー、5月4日土曜日ですねあの新里地区元部のね 元部長あざしんざとというところのザハさんのお家であるというデジマギなんだわけすごいねでリクエストあったんですけどちょっとごめんなさい答えられなくてすみませんはいじゃ続いて直オさんいただきました牧師の某ファミマの横にあるマチアグは多分んしんちゃん知ってるかもそのファミリーマートでたまたま見かけたんですよそのファミリーマートで店先に貼られていた手書きのポップっていうんですか見てくださいマチアグはレタース100円 多分レタスですよね。全然、絶対そうっすね、うん。レタース百円、うん、沖縄おばあるあるじゃない?。某食堂で、おばがスプライト、スープライトって書いてましたよ。<laughs> 俺なんかめっちゃ可愛いね、ということでいただきます。可愛い,いもいいね。これ欲しいな、もうこういうの、狙ってないからいいよレタ,ース,レタース。ねね、沖縄市のコーヒーショップなんだっけ?。 カーフィーショップだった。ああああ、こ、らカーフィーシャープだからカーフィーシャープうん、シャープねすごいよねこのネイティブな発音に寄せてんでしょそのレタスじゃなくてレターレタスんうアースも入ってるみたいに地球っぽくねスープライトスープライトスープラっていう車スプーラとかなのこれスープライトスープライトだったスープライト面白い。はい。トもらっても今まで何百回見て「ヘーチーマー」がおかしくてヘーチマー <laughs> あーシャバドンさんですね。<laughs> へーちーマ、まあ、へヘハイフンチーハイフンマーハイフン。えーシャバドンさん行きましょうね。えー今日の給食係で紹介した港食堂の壁に貼られていてなんか良かったので謝メしました、うん、ということで。なんでしょう。港食堂。食堂さっきのあのいい、ね、カレーのやつです,、ね、ですよね。はい。なんですか。なんかニコニコ笑ってティーダカンカン元武校の道向かい港食堂。 港食堂のの歌歌っていううがあるんだだ、うん、<ー>つけにそうきそばルマさんあ本当歌だな飯、うん、島達中恥ずかしいい色。なん おふくろ味とハグクも港食堂、うん。あ、すごい。誰かが作られたのかな。今日も皆さんカメーカメーみたいななんか。うん<ー>はい。いいありがとうございます。さあということで、刑事係、うん、あなたの街のあれこれ面白いものを見つけるの上手な方々からたくさん届きました。うん、ありがとうございます。るるね、はい、時間になってしまいましたので来週もいろいろねイベント情報などお待ちしていますね。以上刑事係のコーナーでした。